にちは、新州読書会の宮沢です。今日も明治維新の続きのお話をしていきます。続きを読んでいきます。統制軍の民衆工作。諸道の新政府軍は向かうところ敵なく、かつての参勤交代の大名行列と大差ない速さで江戸に進んだ。東海道先鋒軍は途中一戦もせず、3月12日に品川に到着した。東山道では死体が近藤勇の新選組200名ほどと甲州勝沼で一戦し、3月6日、本隊が下野の柳田駅で幕府歩兵頭の率いる1800人の部隊と交戦。3月9日、いずれも容易に改装させたほか戦闘はなく、本隊死体とも、3月14日江戸に入ったということです。統制を行います。有栖川宮ある人親王大将にして、参謀は西郷隆盛、広沢正臣等が参謀となってですね、江戸に、まあ新発っていうか、新発ってことじゃない、新発っていうと天皇が行くことになっちゃうか、新政府軍が統制軍として三方から行くんですね。とあの中瀬東海道と東山道、東山道ってなんか日本の真ん中辺通っていく、あと北陸道ですね、一回越後まで行って信州を通って江戸に行くと。この3隊で行ったんですけども、まあ途中ほとんど戦闘がなかったと。新選組と戦った甲州で戦ったのと、下野の柳田駅で幕府歩兵隊と戦った以外はほとんど、戦闘がなかったと。北陸道の先鋒隊は越後の高田まで進み、そこから信州を経て江戸へ向かうというな長途の行軍であったが、途中小競り合いの一つもなく4月4日江戸に入った。統制大総督有栖川宮は2月15日京都を発して、早くも3月5日、徳川家に最も大切な言われのある駿府城に入った。まあ、駿府城ってやると徳川家がその江戸から出てった後、みんな駿府城に移ったんですね、これ確か。で、翌6日参謀会議を開き、3月15日をもって江戸城に進撃と定めた。統制諸軍は進撃途上で民心の獲得に細心の注意を払った。まあ、民衆が攻撃されちゃうと困るんで、民衆工作をやるわけですね。あらかじめ年貢を税金なしにしますよって言って指示を得るってことですね。そういう工作を全部やったのが西郷隆盛なんですね。参与の西郷隆盛は統制軍の編成以前から、東国はもちろん諸国のうち、これまで徳川氏の領内旗本の地業所とも王民と相なり候を得ば、今年の租税は半減、昨年美濃の者もご同様仰せ出され、積年の課税を緩められ候のことを第一にごた候ということです。西郷隆盛曰く、今まで徳川家やその徳川家旗本の領地の人民が今度は王民となったと、天皇の席士となったということですね。なんで税金半分にすると。で、去年未納滞納してるものも言えば減免すると。長年の徳川幕府の圧政に苦しんでいた領民のまあそのしがらみっていうか、そういうのを緩めると。そうして民心を安定させて支持を得るってことをやろうって言ってんですね。この一義にても、東国の民はすぐさま相離れ申すべしとして、そのために接客を送っていた。まあ先にそのプロパガンダする人たちですね、各地に送って、これから新政府軍が来ると。来た暁に皆さんが支持すれば、皆さんが支持すればっていうか、これから新政府軍が来て、今までの幕府の所領をすべて、これから、管理すると。それにあたっては、税金ゼロ、半減。半減ですよって、税金半額にしますよって言ったんですね。そういうプロパガンダをやってたと。世論形成してたってことですね。まあ、西郷隆盛はずっとその世論形成を江戸でもやってるわけですね。で、なおかつ、
テロリスト、これから出てくる赤報隊っていうのに資金を出して、幕府寄りの商人とか幕府寄りの浪人志士を襲撃させるってことをずっとやってたわけですね。で、庄内藩が怒り出して薩摩藩って焼いちゃったわけですよね。で、それがきっかけで鳥羽伏見との戦いになっていくということになってました。だから民衆工作ですね。民衆工作を先にやってから軍隊を送ると、まあ今でも情報戦ですよね。情報戦をやって先にこれから攻めてくる軍隊の受け入れる素地を作ってからということですよね。まあ今でも日本でもやってんでしょ、そういうのね。そりゃまあソフトパワー、アメリカはソフトパワーって言ってね、アメリカの音楽とか映画とかスポーツとかね、エンターテインメントとかそこら中に発信してアメリカ美意気にするようにずっとやってますよね。 あの戦後、まあこれから中国がやるでしょう。中国の文化こんなにいいとかね、そういうのが宣伝されて中国美意気になるっていうこともあるかもしれないし、まあ各国やってますよね。大使館作ってんですからね、どっかの国で。なんていうか、その自国の文化宣伝してね、日本もそのクールジャパンとか言ってねやるんでしょ。あれだ、まあ政治的な問題だってことですね。クールジャパンで儲からなくてもいいんじゃないですか。日本文化が好きになってくれて、関心持ってもらえばいいってことなんでしょうかね、多分ね。で、続きです。また東山道鎮部総督府は1月22日、特に農工商人民に総督の出張目的は諸国の実情を明らかにし、万民と単独を救うためであるから各人安心して暮らすよう、最も天領となり得たなり、天の天領と唱えきたり、僧侶、徳川支配者はもちろん、諸事業所人や寺社領に至るまで年来火星に苦しみまかりあり、その他司祭にあるやから不平苦情のある者は遠慮なく本人に訴えいずべし、戦議の上公平に処置いたし、候間心得違いこれなきようにいたすべき候ことと布告した。これを見た民衆はどんなに感激したことか。総督出張の目的は、まあ本当は幕府を倒すんですけども、倒幕ですけどね。だけど諸国の経済的政治的状況を明らかにして苦しんでる民を救うためだってことですね。だから、年来のその徳川家の圧政に対して苦情のある者はどんどんその本陣ですね、陣屋に来て、訴えていいよって言ったんですね。陳情に来てくださいと、困ってることがあればって言って、で、民衆が武装蜂起してね、この社会秩序がなくなった時に民衆がなんかその武装蜂起してね、パリコミューンみたいになってもらうと困るわけですね。コミューンを作って、自分たち独立して回していくんだみたいなこと言われると、これめんどくさいわけですね。だから、そういうことですよね。民衆の力も侮れないですからね。積年の圧政からその革命みたいになっちゃうと困るんで、ガス抜きさせながら統制したってことですね。で、続きです。赤報隊の活躍、おそらく西郷らの民衆工作の接客の一つが9年末江戸薩摩藩邸を根城に江戸市中および関東各地の治安かく乱を図ったあの老子の隊長相良宗三の赤報隊であろう。相良は海路江戸を脱出した後に京都に入り、引き続き西郷らと連絡していた。この相良宗三って人が、赤報隊っていうのをやって、まあ西郷隆盛から資金をもらって、その江戸の治安をかく乱する仕事をずっと、まあテロリストですね、言ってみればね。テロリストって言ったって靖国神社に入ってるそうなんで、今はその後その偽官軍だって言われてね、捕まって処刑になっちゃうんですね。小諸藩に捕まって攻撃されちゃうと。その辺のことが詳しく書いてあるのが島崎藤村の
夜明け前って小説の第2部らしいんですけども、まあ、いずれ読書会でやりたいと思ってますけども、で赤包帯は薩摩藩邸が焼き討ちになった時、海から逃げたわけですね。カイロから江戸を脱出して、あ、相良創造がですね。で、正宝丸っていう薩摩藩の運搬船に乗って和歌山に来て、それから、西郷たちに会ってですね、で引き続き活動していくんですけど、途中ではしごを外されてしまうんですね。この人たちね、審査役みたいな人たちですね。連合赤軍みたいな共産党が嫌いで出てった人た若者たちが過激化してみたいなのと一緒ですね。まあ、そのパターンはずっと一緒なんじゃねえのかっていうのは言われてますけどね。日本の、まあ、天誅組の頃からもうなんかそうテロリストが孤立するっていうかね、そういうのありますね。ということでした。今日はここまでです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。